台湾の味全食品、ミーちゃん、カンシーフ、陶器、薬膳麺線、揚げ麺で液体粉末スープがついています。麺は極細でやわではないですが、あまり自己主張はしません。ラーメンとは別物の舌触りです。スープは濁り感があり、生姜と漢方薬の匂いが強く出ています。動物性の脂っぽさはないのに、旨味は結構強く出ていて、激感もあります。全体のバランスも良く、実に面白い味作りの製品です。